今日は中国原潜の爆発事故について解説するぜ。台湾海峡で何が起きたのか、公海での沈没情報との関連は？徹底的に分析していくからな。原潜の爆発事故って一体何が原因なの？台湾と中国の関係も気になるわね。今回は軍事マニアもうなる情報盛りだくさんだぜ。潜水艦の構造から事故原因の考察、そして国際情勢への影響まで、余すところなく解説していくからな。もしかして、米軍や日本の自衛隊も関わってるのかしら？もちろん、そのあたりも詳しく解説するぜ。みんなも一緒に真相に迫ろうぜ。皆さんの意見や疑問もコメントで教えてね。一緒にこの事件を深掘りしていきましょう。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。まずは今回の事件の舞台となった台湾海峡について解説するぜ。台湾海峡って、台湾と中国の間にある海峡よね。確か、いつも軍事的緊張が漂ってる場所だったわよね。その通りだぜ。台湾海峡は、中国大陸と台湾島を隔てる幅約180キロの海峡で、国際戦略上、非常に重要な場所なんだ。ふーん。で、その台湾海峡で中国の原潜が爆発したっていうニュースが世界を震撼させたわけね。そうなんだぜ。しかも、この海域は水深が浅く、潜水艦にとっては航行が難しい場所としても知られてるんだ。浅い海で潜水艦が爆発？一体何が起きたのかしら？詳しい原因はまだ調査中だけど、いくつかの可能性が考えられるぜ。まず、潜水艦内部の機器の故障や火災、あるいは魚雷の誤爆などが考えられるな。潜水艦って密閉された空間だから、火災が起きたらひとたまりもないわよね。それに、魚雷の誤爆なんて、考えただけでも恐ろしいわ。さらに、台湾海峡は海底地形が複雑で、暗礁や海流の変化も激しいから、そういった環境要因が事故を引き起こした可能性もあるぜ。なるほどね。でも、中国の原潜が台湾海峡を航行していた目的は何だったのかしら？台湾への威嚇？それとも、もっと別の目的があったのかしら？そこが今回の事件の大きな謎なんだぜ。中国は公式には何も発表していないけど、台湾への軍事プレッシャーをかけるためだったという見方が強いな。中国って、いつも台湾に対して威圧的な態度をとってるわよね。本当に腹立たしいわ。まあ、中国は台湾を自国の一部とみなしていて、統一を目指してるからな。台湾海峡は、その統一をめぐる駆け引きの舞台でもあるんだぜ。でも、そんな危険な場所で原潜を爆発させるなんて、中国の軍隊って本当に無責任ね。確かに、今回の事故は中国海軍のずさんな安全管理体制を露呈させたと言えるだろうな。もしかして、この爆発事故が台湾や周辺国との関係に影響を与える可能性もあるのかしら？もちろんだぜ。台湾は警戒をさらに強めるだろうし、アメリカや日本もこの事態を注視している。この事件、国際問題に発展する可能性もあるわね。その通りだぜ。台湾海峡の平和と安定は、東アジア全体の安全保障にとっても重要だからな。今後の中国の動きから目が離せないわね。ああ、引き続きこの事件の動向を注視していく必要があるぜ。ところで、今回の事故に関して、公海での中国原潜の沈没情報との関連も囁かれているんだ。公海での沈没？そんな情報もあったの？ああ、数ヶ月前に公海で中国の原潜が沈没したという未確認情報が流れたんだ。もしかして、今回の台湾海峡での爆発事故と関係があるのかしら？その可能性も否定できないぜ。もし公海での沈没が事実なら、中国海軍の潜水艦部隊に深刻な問題があることを示唆していると言えるだろうな。潜水艦が立て続けに事故を起こすなんて、そんなことってあるのかしら？通常は考えにくいことだが、中国海軍の場合は別だ。彼らの潜水艦技術はまだまだ発展途上だし、安全管理体制にも問題があると言われているからな。中国の軍事力って、見かけ倒しなのかしら？そうとも言えるかもしれないな。少なくとも、潜水艦に関しては、アメリカやロシアに比べて大きく遅れを取っているのは事実だぜ。でも、中国は軍事力を誇示して、周辺国を威嚇してるじゃない？それは、彼らが抱える内部矛盾や不満を外に向けるための方策でもあるんだぜ。国内の経済格差や人権問題から目をそらすために、軍事力をアピールしているとも言えるな。なるほどね。でも、そんなことを続けていたら、いつか自分たちが痛い目を見ることになるわよ。その通りだぜ。今回の原潜爆発事故は、中国にとって大きな痛手となったはずだ。この事件をきっかけに、中国が軍事的な冒険主義を改めることを期待したいわね。それは難しいだろうな。中国はこれからも海洋進出を強めていくと予想される。じゃあ、日本はどうすればいいの？
日本はアメリカとの同盟関係を強化しつつ、自国の防衛力を高めていくしかないだろうな。中国の脅威に対抗するためには、日米の連携が不可欠ね。ああ、そして、今回の事件を教訓に、日本も潜水艦の安全対策を徹底する必要があるぜ。確かに、潜水艦事故は決して他人事ではないわね。今回の事件をきっかけに、潜水艦の安全性について改めて考えてみるのもいいかもしれないな。次に、中国原潜の爆発事故の原因について詳しく解説していくぜ。原因はまだ特定されてないって言ってたけど、何か有力な情報はあるのかしら？ああ、いくつか考えられる原因があるぜ。まず、潜水艦の設計や構造上の欠陥が考えられるな。設計や構造の欠陥？そうなんだぜ。中国の潜水艦技術は、まだまだ発展途上だ。特に、旧ソ連の技術をベースにした古い型の潜水艦には、安全上の問題を抱えているものが多いと言われているんだ。古い型の潜水艦ってことは、それだけ老朽化も進んでるってことよね？その通りだぜ。老朽化した部品やシステムは、故障やトラブルのリスクが高くなる。今回の爆発事故も、そういった老朽化が原因の一つだった可能性は否定できないな。中国って、新しい兵器ばかり開発してるイメージだったけど、古い潜水艦もまだ使ってるのね。ああ、中国海軍は近年、急速に近代化を進めてるけど、まだまだ旧式の兵器も数多く保有しているんだ。予算の都合もあるんだろうけど、安全面を軽視していると言わざるを得ないな。安全軽視って、それじゃ乗組員の命はどうなっちゃうのよ。全くその通りだぜ。今回の事故でも、多くの乗組員が犠牲になった可能性が高い。そんな、考えただけでも恐ろしいわ。次に考えられるのは、乗組員の訓練不足や人的ミスだ。潜水艦の運用には高度な技術と知識が必要だけど、中国海軍の訓練体制には問題があるという指摘もあるんだ。訓練不足？そんな状態で潜水艦を動かしていいわけないじゃない。本来なら、潜水艦の乗組員は、厳しい訓練を積んで、緊急事態への対処法も熟知しているべきなんだ。しかし、中国海軍の場合、経験不足の乗組員が多く、それが事故につながった可能性もあるぜ。ずさんな管理体制ね。本当に腹立たしいわ。さらに、中国海軍の組織文化にも問題があるという指摘もあるんだ。組織文化？そうなんだぜ。中国軍は、上層部の命令が絶対で、下からの意見や報告が反映されにくい体質だと言われている。そんなんじゃ、現場の状況が上層部に伝わらないじゃない。その通りだぜ。今回の事故でも、現場で何らかの異常が察知されていたとしても、それが適切に報告されなかった可能性があるんだ。そんな隠蔽体質じゃ、事故が起きるのも当然ね。最後に、外部からの攻撃や妨害の可能性も考慮する必要があるぜ。外部からの攻撃？まさか、台湾やアメリカが、その可能性は低いと思うが、完全に排除することはできない。台湾海峡は軍事的緊張が高い地域だし、中国の原潜が何らかの妨害を受けた可能性もゼロではないぜ。もしそうだとしたら、一体誰が何の目的で？それはまだわからない。しかし、今回の事故が、偶発的なものではなく、意図的な攻撃によるものだったとしたら、東アジア全体の安全保障に深刻な影響を与えることになるだろうな。そんなことにならないように祈るしかないわね。ああ、一刻も早く真相が明らかになることを願うぜ。では次に、今回の原潜爆発事故と、以前から噂されていた公海での中国原潜沈没との関連性について考察していくぜ。公海での沈没って、結局あれは本当だったのかしら？実はまだ公式な確認は取れていないんだ。ただ、複数の情報筋が公海で中国原潜が沈没したという情報を伝えている。複数の情報筋って、どこからそんな情報が？アメリカや台湾の情報機関、そして一部の軍事専門家などが、それぞれ独自の情報網から公海での沈没事故を把握しているようだ。中国は当然否定してるんでしょうけど、もし本当なら大問題よね。その通りだぜ。もし公海での沈没が事実なら、中国海軍の潜水艦部隊には深刻な問題があることを示している。潜水艦が立て続けに事故を起こすなんて、そんなことってあるのかしら？通常は考えにくいことだが、中国海軍の場合は別だ。彼らの潜水艦技術はまだまだ発展途上だし、安全管理体制にも問題があると言われているからな。中国の軍事力って、見かけ倒しなのかしら？そうとも言えるかもしれないな。少なくとも、潜水艦に関しては、アメリカやロシアに比べて大きく遅れを取っているのは事実だぜ。そして、もし公海での沈没が事実なら、それは中国海軍にとってさらなる打撃となるだろう。そうなると、中国の軍事戦略にも影響が出るんじゃないかしら？
もちろんだ。潜水艦は中国の海洋戦略の要の一つだからな。潜水艦の事故が相次げば、中国海軍の作戦行動にも制約が出てくるだろう。そうなると、台湾や日本にとっては少し安心できる材料ね。そうとも言えるが、油断は禁物だぜ。中国は今回の事故を教訓に、潜水艦の技術や安全管理体制を改善しようとするだろうからな。確かに、中国は諦めないわよね。ああ、中国はこれからも海洋進出を強めていくと予想される。日本はアメリカとの同盟関係を強化しつつ、自国の防衛力を高めていくしかないだろうな。中国の脅威に対抗するためには、日米の連携が不可欠ね。では次に、この原潜爆発事故が周辺国や国際社会に与える影響について考えていこうぜ。台湾やアメリカ、日本への影響が特に気になるところね。まず台湾だが、今回の事故は当然、安全保障上の大きな脅威と受け止めているだろう。そりゃそうよね。中国の原潜がすぐそばで爆発したんだもの。台湾は、中国の軍事的な圧力に常にさらされている。今回の事故は、その脅威を改めて認識させる出来事となっただろうな。台湾の人たち、本当に不安よね。ああ、台湾はこれまで以上に警戒を強め、防衛体制を強化していくことが予想される。アメリカとの連携もさらに深めていくんじゃないか。アメリカも黙っちゃいないわよね。その通りだぜ。アメリカは台湾の安全保障を重視しているからな。今回の事故を受けて、台湾への軍事支援を拡大したり、中国への圧力を強める可能性もあるぜ。日本はどうなの？日本にとっても、今回の事故は決して他人事ではないぜ。中国の海洋進出は、日本の安全保障にとっても大きな脅威だからな。尖閣諸島周辺での中国の活動も活発化してるし、本当に心配だわ。ああ、日本は今回の事故を教訓に、自衛隊の警戒体制を強化したり、日米同盟の重要性を再認識するだろうな。日本も他人事じゃないってことを、もっと自覚するべきよね。そして、今回の事故は、国際社会全体にも大きな衝撃を与えた。中国の軍事的な野心や、その安全管理体制のずさんさが改めて浮き彫りになったと言えるだろうな。中国の評判はガタ落ちね。ああ、国際社会からの批判は避けられないだろう。中国は、今回の事故の責任を問われることになるし、今後の軍事活動にも制約がかかる可能性があるぜ。そうなると、中国は孤立していくんじゃないかしら？その可能性もあるな。ただ、中国は巨大な経済力と軍事力を持っているから、簡単に孤立するとは考えにくい。中国の経済力って、世界にとって脅威でもあるわよね。その通りだぜ。中国は経済力を武器にしてしたたかだから、本当に腹が立つわ。まあ冷静に状況を分析しようぜ。今後の中国の動向から目が離せないな。引き続きこの事件の動向を注視していく必要があるぜ。最後に、今回の原潜爆発事故と中国の海洋戦略、そして日本の安全保障について考えていこうぜ。中国の海洋戦略って、具体的にはどんなことをやってるのかしら？中国は海洋強国をスローガンに掲げ、南シナ海や東シナ海での活動を活発化させているんだ。人工島の建設や軍事基地化を進め、周辺国との領土紛争も引き起こしている。南シナ海の問題はニュースでよく見るわね。中国、やりたい放題じゃない。その通りだぜ。中国は国際法を無視して、自国の領海を拡大しようとしている。その目的は、資源の確保や軍事拠点の設置、そしてシーレーンの支配など、多岐にわたるんだ。シーレーンって？シーレーンとは、船舶が安全に航行するための海上交通路のことだ。石油や天然ガスなどのエネルギー資源や、食料、工業製品など、様々な物資がシーレーンを通じて世界中に運ばれているんだ。なるほどね。でも、中国がシーレーンを支配したら、どうなるの？もし中国がシーレーンを支配すれば、世界の物流に大きな影響を与えることになる。中国は自国の利益のために、シーレーンを封鎖したり、通行料を要求したりする可能性もあるんだ。そんなの許せないわ。もちろん、国際社会は中国の動きを警戒している。アメリカや日本、オーストラリアなどは、中国の海洋進出に対抗するため、連携を強化しているんだ。日本ももっと頑張らないとね。その通りだぜ。日本は中国の脅威に直接さらされている国の一つだからな。今回の原潜爆発事故は、中国の軍事力の実態や、その海洋戦略の危険性を改めて認識させる出来事だったと言えるだろう。今回の事故を教訓に、日本はどうすればいいの？まず、自衛隊の防衛力強化は急務だ。特に、潜水艦や哨戒機などの対潜能力を向上させる必要があるだろう。潜水艦を増やすのも大事ね。ああ、そして、日米同盟の強化も欠かせない。
アメリカとの連携を密にすることで、中国の脅威を抑止することができるんだ。アメリカとの協力は不可欠ね。さらに、国際社会との連携も重要だ。中国の海洋進出に反対する国々と協力し、国際的な圧力をかけていく必要がある。なるほどね。でも、中国は聞く耳を持たないんじゃないかしら？確かに、中国は簡単に態度を変えるとは思えない。しかし、国際社会が一致団結して圧力をかけ続ければ、中国も無視できなくなるだろう。中国の横暴を止めるためには、世界が協力するしかないのね。その通りだぜ。そして、私たち一人一人が、この問題に関心を持ち、正しい情報を共有していくことも大切だ。この動画を見てくれる人たちも、一緒に考えてくれるといいわね。ああ、この問題を多くの人々に知ってもらうことが、解決への第一歩になるはずだぜ。本日のお話はここまでだぜ。台湾海峡での中国原潜爆発事故、原因はまだ不明だけど、様々な可能性が考えられるのね。公海での沈没との関連や、中国の海洋戦略、そして日本への影響など、いろいろと議論したな。中国の軍事力の実態や安全管理体制の問題も浮き彫りになったわね。今回の事故を教訓に、日本も防衛力強化や日米同盟の重要性を再認識する必要があるな。本当にそうね。今回の動画が、皆さんにこの問題について考えるきっかけになれば幸いだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。